2024年3月15日の雑談です。まあいろいろ世間ではニュースがあるんですけど、最初に話す話はじゃあマクドナルドの話かな。なんか、ネットでのなんか、あれがダメになっちゃって、これでマクドナルドが店開けられないと。だから閉店してたところがあったようなんていうのが今日のニュース。サイバー攻撃ではないっていうふうに言われてますね。 えーまあ、僕はもうマクドナルド食べなくなった人なんで YouTube 見てない時に YouTube がダウンしてようとさマクドナルド食えなくなったのにマクドナルドなんて食いに行かないからさ大変ですねとかそのまあそれだけ日本にマクドナルドのハンバーガー食べるという習慣が何十年とこうあのな、ー、紐付けというか絵付けというか された結果だだかから困る人いっぱいいいっぱんだろうなとか思いますそのハンバーガー食べないけど、ほら、マクドナルドのコーヒーは美味しいからコーヒーだけ食べるとかさ、あのソフトクリームだけ美味しいからソフトクリームだけ食べるとかさ、あいう人もいるから、ね、そういう人にとっては、一日一回の楽しみのコーヒーが飲みたいだけなのに <laughs> あの、ネットの注文とか取り扱うところがうまく連動しないから、 あ店は一応閉めとくみたいな感じのやつねうん。なるほどね。大変だねって。便利な世の中になると、インターネットで注文したりとか、ウーバーイーツが届けてくれたりとかあ、いうサービスがこう入ってきて、でもそれが一回不具合になると何もできなくなるっていう。う店も開けられないわけだ。そのまあでもそれは、 トラックがね、大雪で、その、店舗に材料届かないときも店開けられないわけだから、あまあ、しょうがないかと思うところではあるんですが、大変ですねって、繊細、繊細な世の中だなって思ったりとかいたします<笑><笑>、えー。どうなんだろうね。インターネットとか、なその、ネットの構築ですよね。自社の、 パイイプラインみたいななものをどうするかってやつなんでまあこれからの課題でもあるんだろうしこれからもそういう不具合は出るんだろうしあと何だっけまあそういうパソコン関係で言うと AI がもうプログラムとか作ってくれるから人間はプログラムを覚える必要はないみたいな話も出てたりするみたいで。 いや、それは覚えておいた方がいいんじゃないかなと。<laughs> あ前,前に中国のアニメで、その、のその AI が作り出した設定画とかにその修正加えるイラストレーターの話をしましたけど、その修正加える人は、そゃいなきゃダメでしょうっていうふうには思うので、うん、大変ですねって。 で、みんな AI があ,あればいいとか、その、社会インフラができてるとか、うまくいけばとりあえず何か食えるとかっていうことを、盲信してると、おまあ、どっかで痛い目に遭うんじゃないかなとは思ったりします。自分で、自分で飯が作れたり食えたりする、魚釣って三枚におろせるぐらいのことはできてた方がいいんじゃないかなと思う人なので、 えー、まあ、してこれからは食料不足になって、えー、何が食えなくなるのか分かんない時代に入ってくるわけですからまあ多分小麦は食えなくなるんだろうなと思ったりもしますけどなんかマクドナルドってそれを象徴してるなっていうふうには思いますね、えー、マックがなきゃもう今日何にも食べれないっていう人もであるんだろうからな えそんな中で、えー、マクドナルドの今テ,テレビでやってる CM で一個気になるのがあって、えー、女の人が会社で会議をやってるんだよね、うん、会社の会議室でこう光がりそ降り注ぐ窓辺に34人いるのかなテーブルの上にでオンラインで参加してる人もいて、えー、会議で何か意見がある人いますかっていうふうに始まる。 CM なんだけどで、そこにさあのあ、誰も意見が上がらないんだ。アイディアみたいなものとかをか、せっかく会議をしてるのに誰も手を挙げない。これはお腹がきっとみんな空いてるんだなっていうので、マック食べる人みたいなのでこうあ、手を挙げてくださいって言うとみんな手を挙げるんだ。これで楽しい ランチタイムをマクドナルドで過ごすという CM なんだけど、うん、これがちょっと気になってね。そ,のそもそも会社勤めしてて、ね、企画会議なのか何なのかわからんけど、会議をしてて、誰も手を挙げないっていう状況はさ、もう無能の社員の象徴なわけですよね。うん <laughs> まずそこがすごいなと思ってさ。 社会参加してる人がその会議で誰も手を挙げないっていう現状がさ、やべえな、この会社って思ってさ。それで、まあ、聞ぃ気してご飯頼もうかっつうので、マクドナルドに注文して、マックを食べる。ほんで、うん、ご飯食べてるときはニコニコしてる。ねおいしいマクドナルドだ。だけど、こいつらは無能なんだよなと思ってさ、<laughs> その CM を見るんだけど、最後にね、 その、オンライン会議に参加してるメガネのおじさんがなんか一言喋った後にね、パターンってその、あのー、パソコンを閉じるんだよね。んなんだこれと思って。まあ、会議やめたとか、今は食べる時間だからとか。 あその裏には仕事が辛いとか退屈だとかつまらないっていうものも入ってて、それをマクドナルドが、えー、のー幸せを届けますよと。幸せと美味しさを届けるから、その画面の向こうのメガネの人はこうパソコン閉じて、そのね、会議と言われるようなことをしないようにしましょう。パターンって閉めるのがあって。うわぁ、この CM はバカ製造機ですごいなぁと思って。その つまり無能な人でいい。あなたたちは我々の作ったマクドナルドのハンバーガーの商品を買って食べてればいいだけなんです。仕事もしなくていいですって。仕事をね、どうせ社会は回るんだからみたいなことなんだと思うんだけど、すごいなと思って。仕事を放棄してハンバーガー食うことに一生懸命になってパソコン閉じるっていうこの CM はすごいなと思って。 僕はこれがちょっとけしからんと思う人なんだけど、多分みんなけしからんと思わんのだと思うので、えー、なんかこの CM の中ですごい頑張ってる人がマクドナルド食べる CM だったら僕は何にも言わないんだけど <laughs> あの、誰も何もここで仕事の成果を出してないっていうのが面白くて。まあ、そんなマクドナルドですから、それは閉店しても閉店じゃないや今日店が一日開かなくたって。 いいいじゃないなって思ったりもするんで。今『ドラえもんな、ね』その映画とコラボして子供がラッパーをちっちゃいラッパーを老けるようなおもちゃとかあげてるらしいんでね、まあ、それが欲しい人とかにはねあれ前にもマクドナルドのニュースでまた、うん、星のカービィのハッピーセットの時のにも話しましたね。 すごいね、マクドナルドは。そうやって。ご飯買いに来た人に、子供にはそうやっておもちゃあげるぐらいの余裕はあるんだから、大したもんだなというふうには思ったりいたします。まあ、それがマクドナルドのニュースでした。変な CM と思って。えー、<laughs> 不快な CM が多いですからね、えー。じゃあ、あとね、今日はその、ね、ポケモンのアニメ見たんですよ。あの今やってるその、サトシじゃない。 女の子が主人公のやつ。で、びっくりしたのは、あのポケモンのアニメはさ、そのいわゆる地デジに対応してて、そのテレビ画面の L 字文字のところになんかその遊んでねっていうようなさ、好きなポケモンを選んでねっつって、で、おそらくそれを選ぶと、うーその ポケモン見てる間にその,そのポケモンが多分経験値かなんかもらうような仕組みなんですよ。これがデフォルトでそうなるようになっててさ、多分画面切り替えればこの L 文字消えるんだろうけど、あー面白いからそのまんまゲームには参加しないでそのまんまつけてたのね。そしたらさ、あのー、今日さ、そのエンディングテーマが流れてさ、あそういえば僕、 ポケモンの新しいやつのエンディング見たことないから、ちょっとあの見てみようと思って、見たらさ、今度はそのポケットモンスターの新作のプロ,プロモーションがさ、ここに新しく入ってきてさあの、L 文字と逆 L で画面がどんどんちっちゃくなって、アニメ本編がここに、おこ,こ,ここがアニメ本編なのね。あと全部その、 広告というか <laughs>、インターネットのひどいバナー広告のようになってて <laughs> あのあのあの、なんだこれっていうさ、画面になっててさ、おで、なんかそのポケモンのエンディングはなんかラップ調のね、あの、151匹の夢みたいなあやつのその令和版みたいなのをやっててさ、ああ、こういうエンディングなんだって思いながらもですね、スタッフロールのゲンガマンすらこれ名前読めねえなと思ってさ、 こんなちっちゃい画面で見させられても困りますよと <laughs> あの、見たい人が、その、なんかその、ね、その、地デジのなんかサービスでリモコンでなんかね、青いボタンとか赤いボタンとか押して参加するやつがあるけれど、あれ強制的に送られても困るんだよなと思ったりとかして。 えー、もう僕はもうテレビにもついていけなくなったんだなって思いました。他のアニメはそこまでひどくないんだけど、ポケモンはその見てる間に子供が退屈しないように、まずはその地デジ用のゲームを用意して、えー、で、エンディングの時は誰ももうエンディングなんか見てないんだから、じゃあそこにもう一個その今度の劇場版なりさ、今やってるゲームのその、 ダウンロードコンテンツとかさ、あとはそこで使えるパスワードみたいなのをボーンと置いてさ、そのテレビのエンディングはちっちゃく映すっていう。もうみんなたくさん見たでしょ、ポケモンのアニメは。エンディングも飽きたでしょうから、こういうことをやってもいいんじゃないかってい。いやーもう今日初めて見る僕からすると、ポケモンのイメージが悪くなったというか、今テレビでその、ね、ポケモンのアニメをやるってのはこういうことなんだなーって。 サトシの時代と違うなぁ、なんていうのを思ったりしました。まあね、こっちがその表示しないってやればいいだけなんだけど、今日面白でずっとつけてたら、さらに画面がちっちゃくなったことに驚愕したって話です。はぁ、あ。ね、ポケモンの声の人ね。なんだっけま、松本理科でいいんだっけ今、そのブンブンジャーのね、キャラクターの声やってますけど。 ああ、やっぱあの人使いづらいんじゃねえのかなって改めて思ったりしました。うーキャリアとか以上に現場で起用するととてもやりづらい人なんじゃないかなというのはうーちょっと思ったりします。なんから前に松本里香って言われた時に僕は分かったつもりで話してたけど分かってなかったななんだなあの時ね。あ、さとしの恋の人かと。 あ,あと、そのポケモンのアニメが4月から新しいシナリオに入るみたいで、その、のその新しいポケモンのそのマスコットキャラとしている緑色の猫みたいな、ニャンコスターみたいな名前のポケモンがいるんだけど、あれが一段階進化するみたいですよ。あの、あ,あ、ピカチュウと違うんだなと思って。ピカチュウはライチュウに進化しなかったのに、この緑のやつは進化するってことで、 4月から新シリーズになるみたいで、へえーなんていうのばかったりとかいたしました。こういうのが知れるといいですね。素晴らしい。面白がった。あと、ベイブレードのアニメ見たし、今日は結構アニメが見れたななんていうふうに思います。ええと、何の話まあ、テレビつながりの話でもうこんな話をしてしまおうとか。 あのー、まあ、悲しいニュースとか、戦争のニュースの時はやっぱ真面目な顔をしてアナウンサーはニュースを読むわけですけど、大谷翔平のニュースはさ、そのほら、気分を変えてさ、その、明るく伝える。だって大谷のニュースだから。あのー、ねその、スポーツコーナーだけはね、その、喋る人違うとかさ、そういうのでさ、その、見ないでも、 見ないでもニュースの中で大谷翔平の話するんだろうなと思うときはさ、もう喋る前からわかるね。そのさてなんつって、えー、ここからは大谷翔平のニュースです。つって韓国に到着して、なんだっけ、えー、そのメジャーリーグの開幕戦で、えー、大谷フィーバーが起きてますみたいなことを言う。うっすえと思ってさ、なんだろうな。その、 あまりにも他のニュースを読むときとテンションが違う。あとは、他のゴルフとか、卓球とかやってるスポーツの人よりも一段またテンションが上がってるから、そのニュースとしてうざいんだよなと思って、でも、それだけ天才的な人ではあるんだろうけど、なんだろうな、この、その日本人すごいんだぞって、すごくない日本人が大谷翔平を。 言ってる感じと思って、相変わらず不快でしたね。と同時に、これなんか一個つながりあんな、つうのはやっぱ、日本人が素晴らしいんだっていうことをどうしても言いたい人がいて、で、それを言われたい人がいて、えー、これは2000年ぐらいにあったなと思ってさ、モーニング娘。の歌が僕はすごく嫌いなんだけど、あの日本の未来はウォウウォウウォウォウ。 世界が羨む、イェイやいイいやイイイなんつって、歌ってる歌、あれ一番大嫌いなんだよね。もうぜ流れてたらもう絶対聞かない。ミミオぐさん歌なんだけどあ。あれを小娘が歌ってんのもそうだし、ツンクが歌わせてんのもそうだし、すごい嫌いなんですよね。うん、いや何も考えてないで作ってんだろうなぁとは思うんだけど。 それと同じこのフィーバー加減を大谷のニュースには見てしまうので、まあ今しか騒げないから、騒ぎたい人は騒げばいいんじゃないのと思うんだけど、でも僕らは大谷ではないわけですよ。大谷を見るだけの人なので、そんなにギャースかギャースか言ったってなっていうのであって、えーうん、なんか引くわってなってしまいますね。 えー、これが嫌です。もう、そのおお、音声を聞いただけで、そのニュースの語り口の最初の一言だけで、あ大谷のニュース始まる、みたいな感じで分かる感じね。えー、他のニュースは真面目にね、えー、やるからあの、地震の復興のニュースももうだんだん薄れてくる中でですよ。これだけはずっと変わらずになんかやってる感じね。えー、嬉しいんだろうけどね。 その、なんか、強い人がいるってうのはね。あの僕は、まあ、その記、記憶にないけど、昔のプロ野球で、ジャイアンツが11連勝してた時代とかも、こんな感じだったのかな、とか思ったりとかしてね。あの世界の大、大沢春とか、なか天才長嶋茂雄みたいなのとかさ。いやいやう僕は、こう、直撃ではないので。 ね、そんなのちちょっっっとと思思たりとかしてて気持ち悪いって思いますだから大谷さんがすごいのはわかる羽生結弦が偉いなとも思うし,し将棋での勝ってる、ね、あの最近寝癖がつかなくなったあの人も、ね、大変だなと思うからうね偉いなとは思うんですけどなんかあの伝え方のテンションで損してるような気がするなって思います。 だからっつって負けろとかさ、そのか、あの、ホームラン打つなって話ではないのでね。伝え方が嫌だって話です。えっ、ー、と、じゃあ愛国心の話をします。あの、さ、前に僕、その外人の夜中のコンビニにやってる人が怖いって話をしたんだけどさ、その、 夜中のコンビニのバイトが日本人の大学生ぐらいの男の子がやってるのとその外夜中のコンビニに外人がいてで日本語ももちろん通じるし、えーね、その能力的に一切差のないさその人。 店員だっっったらどっち選ぶかてて話ですお客さんとしてーん <laughs> あの僕はね、申し訳ない、これはもう差別的ってなるかもしれないんだけど、日本人の大学生の方のレジに並ぶと思うの、やっぱ怖いんだね、外国人の人とか。うーんこれは何だろうなってやっぱ思うわけ。 だってこれ人種差別じゃんって思うわけで。で、そのコンビニ事情からするとさ、大して、えー、高い給料でバイト代で働いてるわけでもないんだから、それはそのもっと高いバイト代で稼げるたりするバイトの方をよりさ、選ぶわけじゃん。 だから、その、安くてもやりますって人がここに入ってきてるから、あ有能だからっうのもあるんですけどね。それはもう日本語が喋れるだけで優秀なんだけどさ。でもやっぱり、そのね、ちょっと暇な時間にはその、同じ国の出身の人とさ、あこそ外人の言葉で喋ってたりとかしてさ、 それが怖いなって思う。別に自分は特に気にしないから、店員がいれば誰でもいい。僕はそれを気づいちゃったんだよ。ああ僕は誰でもいいんじゃなくて選べるんだったら日本人の店員なんだなって。これでまたこの男の店員と女の店員どっちがいいんだっていうとまた一個。 選択肢があるんだけど、それは僕はあんま女の人苦手なんで、男の人でいいかなとは思うんですけど、あ女の人の方は怖い。あの、あの、なんか、すごい不機嫌に対応されたりすると、客のこっちの僕が悪いのかなとも思ったりとかしちゃうから、女の人のその、機嫌と不機嫌が分かれてて、 なんでジじの、レジの相手私がしなきゃいけないんだって態度を露骨にする。もしくはそれを僕が感じてしまう。勝手にね。あ,あ、この人目、目をそらした。僕のことが嫌いなんだ。つってさ。うん。なるか。僕は思ってしまうから。そんな思いするくらいだったら、もう何も考えなくていい。 男の人の方が、男の人に嫌われても別にダメージは少ないからね、男の人かなぁと思ったりとかするんですよ。で、その中にあってやっぱちょっと肌の色が違ったりとか、言葉が通じなさそうだったりとか、どうせ世間話もしないんだけど、うん怖いんだね、あれね。う 裏でで悪いいことやっっってててんじゃねえかってつい思ってしまうわけですよ誰もいない店内でこうレジからお金抜いたりとかしてねえだろうななんていうのを思っちゃできないんだけどねそんなシステム的にはねだけどやっぱり僕は外国人の人の店員が嫌なんだなって同じ条件で同じ店に入るんだったら日本人がいる時がいいそれはもうだから今 夜中のコンビニなんかはそう滅多に行かないけど、その夜のコンビニで日本人がいる店とが外人がいる店だったら日本人の店を選んで入っちゃうよなっていうのは、そこに気づいちゃったんだね、僕はねあ。僕は、まあそれを愛国心と言っていいのかって話なんだけど。はい、なんですか。Twitter で見かけたツイートで明らかに 不機嫌な客に対して先手打って注文を流れ作業で聞きつつ対応した店員が凄かったってのがあったよ。ああ、そっか。じゃあ僕はその明らかな不機嫌な客なのかな、やっぱな。なるべく僕はもう仕立て仕立てに出るんですけど、あのすいませんって。<laughs> すみません、その肉まんを一ついただきたいんですが、となるんだけど、ねあの、僕もその不機嫌な客になってんのかな。向こうの方は向こうの方でそうやって思ってたりとかするから、僕が店内に入っただけで、ああ、嫌な客が来たって思ってるかもしれないんだよね。ああ、もう生きてるのがつらい。ああ、こんな世界もう生きたくないと思ったりとかするんですが。 あそういうのも店員に全部伝わってんのかもしんないね。でもそういうストレスがたまる仕事でも給料は上がらないわけですよ。コンビニの夜中やってるバイトとの給料なんて上がらないわけ。で、そのちょっと前だと、そのほら、リストラされたおじさんとかがさ、夜中のコンビニでワンオペやってたりとか、 ね、ひ、昼間にこう、もたもたしたじいさんが、一人店員で怒られてるのとかさ、うわぁ、大変だなーと思ってさ、職を失うとこうなるんだっていうのが、もう、もう、5、6年前ぐらいにはあったけど、その景色が今、ガラッと変わって、その、日本語が喋れる外国人の方が、まあ、主に夜のコンビニのレジ打ちをしてるっていうさ、 レジ打ちと品出しで一番しんどいところをやってるっていうのでさご苦労様ですとは思うけどやっぱ心情的なもんで肌の色が違う人に対してこの緊張感がある、まあ、それだけだからその島国根性でそのアジ,アジアの顔をしているっていうところで、えー 安心したいっていうところがあるんだな。そういう面が僕にもあるんだなっていうのをね、感じまして。えー、これよ、良くないことなんだろうけどー、そのね、人種差別は良くないって話ですけど、でもやっぱ実際あんだなっなんていうのをちょっと思ったりしました。それは僕が年取ったっていうのも一個あるし、年取ると随分保守的な人に人間になってくみたいなんで、自分の寿命が、 あもうか、残り少ないってなったら、自分にとって都合の悪いものは排除してよしっていう、排他的な心境になるみたい。ねえ、特にか家庭もないしさ、これで子供とか孫がいるんだったらさ、これから孫が生きていく世界をちょっとでもより良いものにっていう考えが出るんだろうけど、あ僕には子供も孫もい,いないので、 やっぱ、利己的で保守的な人に僕もなってるのかもしんないなぁなんていうのを思いました。でももう、周り見渡して全部外国人の店員になってね、えー、僕あのトルコアイスが嫌いでね、なんでトルコアイスで店員からアイスもらうときに、その遊ばれなきゃいけないんだっていうのもあるんで、あれすごい嫌いなんだけど、 だから買わないんだけど、トルクワイスはうーん。と同じように、コンビニの店員はやっぱり日本人の大学生ぐらいの人がやっておられると安心するなって思います。これは良くないなとは思いますけどうん。でもこれで外国人どんどんその、ね、入ってくるとさ、日本人、日本の中に えー、いろんな宗教の人とかいろんな国の国籍の人が入ってきてで帰化する人もいれば帰化しない人もいるっていう中でさやっぱドイツとかフランスみたいになってくんじゃないのっていう多国籍なあ、ね、難民受け入れとかをさ善意でやってさそ,そうすることでさあの、ね、爆破テロとかまで起こってるう国になっちゃうからさ まあ、に日本がどんだけ利用価値があるかわかんないけどこ、今後ね、どうせ衰退していく国だからうん、労働者として外国人をもっと、もっと欲しいっていうふうに言う,うん日本だけど、どうせ AI とか導入したらその数だって、ね、へ減らすわけだから、いやなんかなってちょっと思ったりとかしてるわけです。 うんね、変な宗教の人と変な思想の人を入れたばっかりにさ、んどんどんおかしくなるっていうことは、と止めようがないから、もう理解しえない。だって同じ顔して、ほぼ同じその顔の作りしてる人たちが戦争してんだよ。ロシアとウクライナと、イスラエルとハマスがさ、戦ってんだよ。 うん、似たようなバカなんだから早く終わらせようぜっていうのはもう,うでここでハマス終戦の話なんですけどなんか終戦しようぜって急に言い出したみたいで <laughs> もうやめようぜってお前らが始めたんだろうっていう <laughs> 報復でイスラエルはその一生懸命ミサイルボンボン打ち,こ打ち込んでビル壊されてそれが人道的にひどいって言われて。 どっちがだよって思うんだけど、なんかさ、その辺の反省しない感じとか、すげえなって思ったりとかします。もう、どの口が言うんだろうとは思うけど、もう、やめるしかないんだってことだね。で、またちょっと下の根の乾かないうちに、またイスラエルにミサイル撃ち込んだりとか、やっぱり俺たちは悪くないとかあ、言うんだろうなとは思うんですけど、なんか今のところイスラエルがこの話を持ち込まれて、 えー、無視してるっていう状態らしいんですけど、今、んだろうなって思いますね。あのなんか、すごい気分嫌で困るね、こういうのね、勝手に戦争を起こして、これ、日本、これがもし日本だったらどうだったろうかとかさ、うん、攻撃を受けてさ、ミサイルずっと撃ってて、日本にもしアイアンドームがあって、 えー、毎日のようにそこでアイアンドームが活躍してミサイルを落としてるけどー突然その自爆テロみたいなことやられたりとかしてさーただ大変でしょうなんていうのをちょっと思ってお、えー、りましただからそうやって戦う人らなんですよだからなんか意味ないんじゃないあとなんかロシアが核兵器使うだみたいな話とかが <laughs> 一人歩きしたりとかして。 はあ、大変ですねって思ったりします。よいしょ。はい、すいません。何よいしょ。ちょっと待ってね。なんて。何が出そうですあ、孤独死しちゃう老人の合図は料理しない。近所の人に挨拶しない。町内会の会合に参加しない。家族にも会わない。 買い物にも行かないが見受けられたら、そのあいず。はあ、じゃあ僕はやばいね、えー。でも僕、近所の人に挨拶しても、向こうが挨拶し返さないの嫌なんだけど。<laughs> あの一人だけだよ。気のいいおばあちゃんだけが、うあの挨拶してくれるけど、後の人みんなおはようございますって言っても、 スーとて僕の声が聞こえてないのから悲しくなるね、えー、でも町内会の会合には参加しないな家族はもう僕は家族を捨てたので家族すらいない、えー、買い物にも行かないわこれだなやっぱ大学生を選んで買い物してるからよくないですね えー、ありがとうございます。僕は孤独、まあ孤独死はするんだろうし。今日元気でも明日もう、そのね、呼吸器がおかしくなって死ぬかもしれないし。うんあ,あ、そう、あと今日、お尻のお出きを、があったんだけど、これ半分だけ切られて。残りの半分切られないまま帰ってきましたけど。すごい今、居心地悪いですね。 あとで、あとでこの残りの半分切ってもらうんですけど、ああ、大変です。なんともならない。まあ、孤独死、僕もするんだろうな。してほしいかな、うん。孤独死なんかもう本当僕は、勝手にしろっていうやつだよね。勝手にメンバーさんなんか死んじゃえばいいんだって思ってる人の方がいっぱいなんだろうから、できることなら、早く孤独死をして、 その部屋が汚くなる前に、えー、孤独死をしたいなとは思いますけどもう何にも動けなくなってさボロボロのなんかね布団の周りにぐしゃぐしゃっといろんなものがあ,あって死ぬのは嫌だなせめてせめてきれいなシーツできれいな布団であでもそうか風呂場で死ぬ可能性もあるの。 えー、まあ、死んだら死んだで早く見つけていただきたいなと思います。えー、もう、その、生きる活力なんつうのはもうずっとないからね。この一週間、どんどん生きる気力はどんどんなくなってきてるから。もしかしたらもう明日からうその食べ物も買いに行かなくなるかもしれないし。えー、まあ、そういうのも覚悟してい参りましょう。 はぁ、あ、ハーマスの話はし終わったのか。まあ、ここ,こにつなげちゃったんだね。いやでも人間はなんでこんな目先のことしか考えないんだろうなぁ、っていうので、絶望したりとかしますからね。えー、まあそんな目先の話で言うと、この、なんか、その、なんかこう、丸と四角の眼鏡をしてる、 その大学の教授だからやってる人がいるでしょなんかあの人が問題発言したらしくて、まあ、老害は全員集団自殺でもしてくださいみたいな,な、そこの一文だけが取り上げられて、今インターネットで成,成田はひどいやつだというふうに言われててで、なんかそれが国会に取り上げられて、山本太郎がね、 首相どう思いますかっつって、首相も良くないと、不適切発言だと思いますみたいなことを言ったところが今、ナウなんだけどさ、これはだから、社会問題として、この成田さんっていう人が、例え話として、もう老人が集団自殺するしかないかもしれませんよという警告をしてる、その例えで、その一文だけ切り取ったことで、みんながヒステリックに、 成田が老害は死ねって言ってるぞっていうのを拡散した結果、今ここなんですけど。わーと思って。だから誰も話を理解しようとしないし、うーん、ね、その、その、発端になってるところの何が悪いのかっていうところを理解しないまんまここまで来ちゃうんだなっていうのは、本当に目先に与えられた、まあそれは僕もたまにね、 目先の情報に踊らされることはあるんだけど、調べることもしないし、確認することもしないで、うん、これは悪いことだっつって、みんながそうやって条件反射みたいな感じで、ボンボーンってなっちゃうね。胃の一番に悪いって言わなきゃとか、あと都合が悪ければツイート消して逃げればいいとか、アカウント消して逃げればいいってみんなが思ってるこの世界が、やばくないって。 正しいって思ったんだったら正しいって言うのでやりきれよっていうのもあるしねその。くるくる手のひら返ししてもしょうがないしね。いやーすごいなぁと思ってさ。ほんで政治家さんは政治家さんでね、そのすぐに、ね、誰かが死ねば追悼文出すしさ。 あその今日本だとお金の問題とかキックバックだとかのでいろいろ言われてるわけでしょ。あとなんだっけそのセクシーなやつでも何か言われてんでしょ。大変だなと思ってさ。成田さんも大変だなとは思うんですが。そのせ あんまり政治の話って良くない。だ、だって僕は分かってるから。その、だから政治が悪い、政治家が悪いって話をするとさ、その、話してる本人とか、同じ思想の人は気持ちよくなるんだけど、何も世界は変わらないから、政治が悪いって言ったって。うん。だあんま言わない方がいいなと思うんですよ。ただこれを言うと気持ちよくなる装置だなっていうのは分かるんだけど。 じゃあ政治の本質って何かって言うと金なわけでさあのじゃああの例えばあ例えばって言うとあれだな150人の政治家がいてこの人たちは法律を作る人で法律はどうやって作られるかって言うと多数決で作られるわけですよいろんな考えの人がいる中で、えー、多数決の決が分からなくなっちゃったえーえー、っと ね、これが75対75ぐらいで拮抗するときにさ、一人でもっていうか過半数か。だからこっから20人ぐらいこっちの賛成票にも持ってきたいっていうときにさ、お金払ってでも、うん、あ、多数決は決定の決か。ありがとうございます。すいません。<laughs> これももうわからなくなってる人の話だから。 あんま真面目に聞かなくていいんだけど、その意見が拮抗したりとか、まあ、割れることが当然なわけだ、違う主張だし、ね、どっちの側について、政治の世界の中でどっち側につくか、フィフティフィフティで、えー、は物事がいつも決まらないわけですよ、多数決で。だから過半数の賛成をもって、この法案は可決とするっていう。 それをなるべく早く法案通したい人は、そのお金とか払って票を買いたいわけですよ。で、お金払って票が欲しいというこの対立構造ができると、その政治家をやる、やるにあたって、その反対の側についていつ寝返ってもいいですよというポジションにいる人を,を,を演じることでお金が儲かもらえるわけですよ。<laughs> <laughs> だから本当は票をお金で買っちゃいけないんだけどうーんこれはおいしいぞっつって転売屋やってるような性格の人が政治家になる場合もあるわけうんだから、うん、ね政治家になるってことは結局はそ,そういうことの決定権に関われるから権力を得るって話なんだけどしかもそれを間違った使い方をする人がいるわけでね でこの間違った使い方をする人を利用すると、簡単に法案が通るから買収が起こるわけですよ。裏切れと、こっちにこっちに票を入れろっていう風になるわけ、そのパワーゲームをずっと繰り返してきた結果が今なわけで、それは政治家はキックバックの金が必要だろうって話になるわけ、みんな金が欲しい人なんだから。 な,な,なぜなら、その金の力で自分のやりたい理想の日本の法律を作り上げたいからであって。彼らには一応ね、表,ねだから表面上は理念があるように装ってるけど、基本的に理念なんかないんですよ。ないからあんなことができるわけでね。あのちょっとでもおいしい汁が吸えそうなところでバレなさそうだったら何やってもいいっていう風に。えー やるやつやあの同じ政治家が同じ名前の人がずっと政治家になり続けるのとかもさあそもそもその国会に行く前に自分たちの仲間を作ってその、ね、そのどっかの県の代表としてさ出てくるわけででそ,そこではやっぱパワーゲームがずっとされてるわけだから。 うん、で,で人間は簡単に金に転ぶっていうのをその地方選挙の時から学んでしまうわけですからじゃあそういう人が政治やってる限りはうんこんなことになるんじゃないですかっていうねうんでやっぱ国民もバカだし <laughs> な,なんでこの人を国会に送り込むのかって人を送り込んでんだからそりゃそうだろって話になるわけでそれに対してさ あのー、ね、なんか言ったってしょうがないわけですよ。僕はいつも言ってるように、クーデターを起こすしかないんだっていう話をしてんだけどあの、それは一向に誰もやりたがらないしね。今のシステムのまんまで、ね、その政治を変えようとか日本を変えようったって無理なんだからあー。ね、利権大好きな人ほど、 誰かを、そのね、自分に利権が回ってくるような人を代表に選ぶわけだから、ああのその中で政治家が汚れているとか、もういい自民党はダメだとかさ、言ったってさ、どうせどこ見渡したって一緒だろうって、だってその成田さんをやり玉にあげてどう思いますかって言ってさ、その、物事の、その、本質をついてないところの、 うん、みんなが今、ツイッターで炎上している表面上の言葉だけ持ってきて、どう思いますか、岸田首相っいうのは。いかんだろうっていうさあ、話です。でもこういう話したって僕は別に <laughs>、だって僕が投票してない山田太郎が当選してるんだからあ、山本太郎が当選してるからさ、しょうがない。僕が、僕が票入れた人は国会に行ってないんだから、しょうがないよねと思うんですけど。 あまあ、だからっつってね代表ですからねで政治の話をすると今みたいに気持ちよくなっちゃうから、あのー、話ししない方がいいどうせ世界変えられない人がこんなこと言ったってしょうがないんだからでほらその愛国者だから、ね、外人なんかいなくなれって思ってる愛国者だから。 観光旅行しに来るなって思ってるからね、愛国者だから、僕なんかもう一番立ちが悪いな、なんていうふうに思うから、早く死んだ方がいいよな、っんてはやっぱ思います。すいません。え、まあ、あと差別の話で言うと、えっと、あ、これ昨日のみかんの、あれか。かんの缶のところが出たけど、トランスジェンダーとか、 まあ男です、女ですっていうのでね、あと,、えー、と何婚だっけ同性婚か。同性婚認めてとか、ね、同性同士で結婚するという権利をくださいとかっていうのとかで今いろいろ揉めてたりするんだけど、いやーと思う。で僕も人のこと言えないから、その子供がいないし、お嫁さんいないし、うーん 孫もいない人だから、天涯孤独の、もう孤独死まっしぐらの人ですから、その、もう、なんかね、で、やっぱ思うんですよ。今日もちょっと思ったんだけど、僕にもやっぱりそのお父さんとお母さんがいて、僕を産んでくれたから、僕は今こうやって存在してるわけでね、その、ね、その、男の人が嫌いとか、女が気持ち悪いっつってさ、 やっぱ同性で住んで、ね、同性同士で共同生活してた方が気分がいいし楽しいし、その、異性と一緒に暮らして、えー、いることがすごいストレスだから。だから、もうその、だからその、この人たちは子供を作ることを放棄している人たちなので、人類の役には立たないわけですあの。だから、産み落とされてから、 自分の好きなことしかしないで生きていくっていうことを決めた人たちなんですよ。誰とも交わらないで、子供を作らないで生きてる人なんか、ただのうんこ製造機で無駄なんですよ。本来は。あのだけど、今その、自分たちに人権をくださいとか、私たちはそのちょっと他の人と性的趣向が違うだけで、その差別されてるとか、 あ同性婚認めろって話になって、えー、何そのトランスジェンダーにも権利を持って行ってた活動家が未成年にわいせつして逮捕されたってニュースをやってたな。まあだから趣味はそれぞれってやつですけどね <laughs> あの。ちょっと不利になっちゃったね。そしたらその活動家のせいでね。でもやっぱ僕はその、 もうこの年になってさ、もうだから僕、自分の、自分のお父ちゃんが、あのーまあ、事故で死ぬんですけど、あのー、自分のお父ちゃんが死んだ年よりも、年上になっちゃってるんだね、僕はもう特にねう。だから、あのー、余計に思うんですよ。ああ、そうだ、僕が物心を、だから僕はもっと前に、本当は子供を作ってないと、バランス的におかしいんですよ。 あでも今なんかね、婚活がすごい、あのー、遅くなってて、みんな40とかで結婚するみたいな。とりあえず40歳までは自分の青春というか、自分の人生とか、その、会社で地位を上げたいとかさ、自分のやりたい仕事をやりたいっていう自分探しを40までやる。それから結婚しても今遅くないぜって世間が、 認めてくれてるから、その辺で結婚しようかみたいになるみたいなさ。ほんで、今度は40で子作りが大変だから、今、なんか、その人工受精のあれがすげえ増えてんでしょあの <laughs>、試験管ベイビーができるんだなと思って。だからいやも、もう、そのね、25、26で結婚するとかさ、いうのがさ、もう、 なんだろうそうするともう人生の墓場なね、的に言われるけどあ、ね。でも結局は自分の人生を最後まで自分のためだけに生きるってことは、その、世の中のために何もしてないことと一緒だから、ただ生きてるだけっていうことだから、あら、あダメだな。僕もダメだなと思うわけ。僕も子供を作れなかった人だから、ダメだなって思うわけ。で、そんな奴はもう死んだ方がいいんですよ。 あの何のお役にも立たないんだからあの、ね。せめてこうミキサーかなんかに入って、で人の食べるえ栄養ドリンクの元にでもなれりゃいいけど、そんなの気持ち悪くて飲めないっていう人がいるだろうから、あそんなことはできないんですが。ちょっとなーって思う。今だから、その先進国ほどそういうことになってるわけでしょ その性の自由を認めろうとか、同性同士で結婚して私たちが幸せに暮らす、死ぬまで幸せに暮らすという,う権利をくれって言ってるけど、なんでイレギュラーに対してそこまでのことをしなければいけないのかっていうね、その余裕がないんですよって話であってさ、 うん、ちょっと意味がわからないなと思ったりす。もちろん僕は80億の人間は増えすぎだと思うし、いらないから、その、同性婚がいっぱい増えて子供が生まれないんだったら、そはそれでいいんじゃねえのとは思ったりするんだけど、うーん、なんかねえって思うんだよね。はい、何保険会社が若い人にアンケート取ったら、子供作りたくない。 結婚したくないがほぼ半数だったらしい。ああ、そうなんだ。ありがとうございます。だから、勝手だよなとは、まあた、頼んで産んでくれって言ったわけじゃないけど、その、みんなそうだと思うんだけど、うーじゃあ、その人たちは死ぬまで自分の人生を生きた後、何が残るんだって話だから、 結婚したくないっていう人たちが、何に反抗してんのかが、まあ結婚した後も幸せにならないみたいなうん漫画とかドラマとかがあるからその影響もあるんだろうけど、うーん、なんかなあ、引っかかるなあと思った、ね。だから、生まれてきて、き ね、それは結婚できないで死ぬ人もいるよ、僕みたいに。えー、で、えー、そういう人は死ねばいいと思うんだけど、あの、なんで自分たちから結婚したくないとか束縛されたくないとか言って、えー、最初、もうだから自分たちの世代でピリオドを打つって話だろっていうね、えー、自分が、 生まれ、産んでもらったのに、産んでもらったという言い方もどうかなとは思うけど、親がいて、ここから生まれてくる子供がいて、で、ここで結婚したくないっていうふうになって、はい僕、僕、僕の世代で終わりですっていうのってさ、ちょっと意味がわからないんですよね、やっぱり、ね。 まあ他の人がつなげてくれんだろうとか、実際そうなんだけど、あの <laughs>、他の人が結婚して子供を作っていくから別に僕作んなくてもいいかっつうのも、あなんだけど、今この年になってさ、メンバーさんがいよいよリアル老人としてね、本領発揮するこの年になってさ、やっぱ思うのはさ、申し訳ないですっていう、生まれてきて申し訳ない せっかく生まれたのに子供子孫も残せずにいっぱいお相手はいるけども僕はいいやと思ってね僕はもう別に自分の好きな人の子供ではない子供を作ってもしょうがないしあとね僕はこれ以上お金持ちになる算段もないから子供が生まれたら不幸にしてしまうからねお金がないことで夢を諦めさせるとか 大学行きたいって言って借金させるような暮らしになっても。いや、僕の子供だからね。あの、特待生にはなると思うんですけど。ああねえって思うから、そう、そうするとね、なんか嫌だなっていう。子供時代に不幸な目に合わせたくないという親心が僕をこう、子供を作らせまいとしてしまった部分もあるので。なんかね。 そう、それでもね、と思うんですよ。だから、子供がいればもう今僕死んでもいいなと思うんだけど。うん。でももうどうせこれからも子供はできないんだけど。なんか、そう。周りの皆さんの若者とかも結婚したくないっていう答えになるんだね。まあ、そうだろうね。早く結婚したいっていう人の方が多分稀なんだろうし。 自分の人生でその飽きるくらいチャレンジをしたいっていうことでもあるんだろうからね。うん今はその48とか50歳とかでも夢を叶える人がいるから、まだやれるっていうことで一生懸命そうう夢を追いかける人がたくさんいるっていうことでもあるんだろうけど。やばいね。 もう世の中の半分の人が結婚したくないって言ってんだったら、そうだろうなと思うんですよ。そういう人がまだ稀だったりするんだったらさ、いいけど、今半分まで来てんの。困ったね。困ったね。<laughs> あまあでもそれは中国とかでもね、今、少子化の、とか、あの、働きたくないでござる族が中国でたくさん出てるとかいう話もあるからね。 世の中の人が、そうやって、さっきの政治家の、その手前みそというか、目の前のね、その、後でこんなこと言われるかもしれないということに一切こう、あの、頭が働かない政治家もそうだけど、結婚しない選択肢をすることで、どうなるかっていうこととか、あその周りを見,な見渡して人口が減ったらどうなるのかとかっていうことを、 何も考えない人があ、大体そういうの一人っ子とかの人なんだと思うんだけど、大事に育てられた結果、両親に大事に育てられた結果、あなたは特別な人で、あの特別なギフトをもらって生ま,生まれてきて、いろいろ挑戦しなさいとあ。魚くんみたいな博士になりなさいっつってさ、分かったよママなんつってさ。 もうあとはもう結婚したくないとかって言って、魚の研究に没頭して気がついたら40、50になってるみたいなさ。あで、ずっとそれから先も一人っていうさ。あことで、どんどんお家が断絶していくわけじゃん。あ若い時に好き放題した結果あ。なんかそれも違うんじゃないかなというのは、ね。 もちろん、もちろん、健全に結婚をして、子供を残してっていう人はたくさんいらっしゃるので、えー、逆に結婚までして子供ができなませんでしたっていう人は何やってんだって話ですから、あすいません、僕もすいませんあの。何やってんだっていうはずですからね。なんか思いますね。うん親父の年齢も超えて、独、え、り、ー、身だっていうことに対して、 ちょっととろ思うところはあります。もちろんパートナーを探す気は全然ないんですけどああ僕,は僕は残せなかった人だなあと思ってねでそれをもうんだろう恥ずかしいと思わないで、えー、どうだっつって俺はこれから一人でも全然生きていけるんだっていうふうに胸を張るのは違うかな 優秀なな遺伝子を残せせくてすみません、えー、僕みたいな優秀な人間が、えー、優秀な子孫を残せないでバカばっかりの日本の世の中にして申し訳ありませんっていうね、えー、おなんだそれって思う <laughs> 一個なんかおかしいぞって、えー、じゃあそ,そんな強がりも言ってみたりとかするんですけどうなんかなって思ってね その多様性と言いながら結局それは多様性ではなくて自分が気が付いた視点の,そのねものすごく視野の狭いあの価値観というものをご利用そうとする人たちそしてこれをご利用すにはやっぱり金と権力が必要なわけですよポリコレですよああのポリコレって言えるのは金,金持ちだから言えるわけでねう いや権力と価値観を行使することができる立場の人が、あーテレビ局とか買収して、えー、映画とかドラマとかで、そういう風な価値観をね、ちょっとずつちょっとずつ浸透させていくぞ、つって、えー、やっていくことなのでね、あの思想だけでその、さっき言ったなんだあの、未成年に手を出した活動家みたいなのとかっていうのは、 結局は何ができるかっていうと未成年に手を出すことしかできないわけですよ。あのー、ね、その、だ、誰かの、そのポリコレの金持ってるやつの腰巾着として、えー、この思想に乗っかったら今熱いみたいなさ、グレタちゃんも言ってるしみたいな感じでやるんだけど、その人にはやっぱ確固たるその思想が本当はないわけで。ないから未成年に手が出せるわけでね。 あの自分がその活動家であってもね、まあそう,そういうところが露見してしまってアホな人だなってはなるんですけど、まあでも子供が、子供が残せないっていうのが、やっぱうん、今日は特に思ってしまいましたね。ああ、僕はダメ人間だっていうね。子供を作れなかった人はダメ人間だ。生きてて申し訳ない。 その、コンビニの店員を外人だ、大学生だで選べるほど僕は偉くないんだつっ,ってさ。だって、だって、その、ね、その、結婚相手がいないんだもの。ダメだって。そんなのはもうダメですよ。子供を作って一人前ですよ。その子供が成人するまで世話を焼けて一人前なわけであって。だからあれだ。 あのビッグダディとかが偉いんだなって思いました。<laughs> いっぱい子供作ったからね。まあね、なんか、そ、そんなのがあったりする。だいずれ日本人は、そうやって外国人がいっぱい、その移民してきて子供を作っていけば、今のまんまでいけば、みんな個人主義のまんま、うどう、異性と結婚せず、 今期がみんな遅れ子供を作ったとしても一人だけしか作んないとかっていうのでねいずれ人口分布図は入れ替わるようなその移民で入ってきて子沢山の人がたくさんいればその人たちの権利と声がどんどん大きくなって今の日本とは違う風景が生まれてくるわけですからでスポーツで活躍する人は喫水の 喫水のというか、純血種の日本人ではなくて、手足の長い、その種族の人と結婚したハーフみたいな人が、やってさ、な、なってく世界になるんだから。他はもそれは、ケンブリッジアスカってなんだって話ですから。あの、ね。それ,それで言うと、大谷翔平っていうのは何つうか、あの純血日本の東北出身の、 あ人だっつってね、持ち上げてんのもあるのかなと思うけど。なんでダルビッシュのことは一生懸命言わないんだろうなっていうのも同時にあるわけでね。だから僕はもう申し訳ない。本当に恥ずかしい。生きてて恥ずかしい。もう,もう子供ができない人はもうダメだよ。生きてる価値なんかない。これ以上生きてたって価値なんか 生まれやしないんだから、とっとと死んじゃえばいいんですよ。って、えー、今日は特に思いました。と同時に、やっぱ同性婚もトランスジェンダーの主張も、クソな主張だなっていう、その子孫を残さない、自分の人生だけ謳歌できればいいっていう思想だから、本当自分だけ良ければいいなんですよ。 まあ資本主義も、そのものも自分だけ良ければいいって話なんだけど、なんか、資本主義かつ、うそんな、同性の権利を認めろみたいなとこまで来ちゃってるのが、別に認めたっていいんだろうけど、うう <laughs> いいんだろうけど、キりはないよなとは思ったりしますね。まあ、そんな感じです。まあ、僕はダメだ。 今日は、今日はもうとことん落ち込んで、えー、しまいました。あまあ、なんとか、メンタルと体を回復させてね、えー、明日からも頑張っていきたいなとは思います、えー。スペース X が打ち上げされてぶっ壊れたって話も、やっぱいいなと思いました。また宇宙デブリが増えるとも思いましたけど、火星に行くための大型ロケットを打ち上げるテスト今やってるっつうけど、 どうかね、難しいかなと思ったりとかしますね。大型ロケット打ち上げたところでテラフォーミングできるだけの資源とかが地球に残ってんのかって話ですからね。テラフォーミングは無理なんじゃないのと思う。で、ドーム作るのも無理だろうとも思うから、ちょっとねあの、火星に夢を持ってる人もたくさんいらっしゃるでしょうけど。 まあ、ほぼ無理なんじゃないかなというふうには思ったりしております。というわけで、今日の話は、あフリーレン見ました。早々のフリーレン、後半の5分だけ見て、えー、私は不合格だけど、私の弟子は合格するよ、みたいな話をしてらっしゃいましたけど、相変わらずフリーレンは、その足だけ見せるね。あ <laughs> この足だけで横でね、よくカメラが横になって移動するっていうやつをやって、大変だなって思いました。僕はやっぱこの話が無理だなって、やっぱり改めて思った。何で無理だなって思ったのああ、そうだ。あの、偉そうな、偉そうな黄色の髪の女の人が、あーちょっと嫌いだったんだな。 あれ、テンプレートだから嫌なんだろうなと思うんだけど、これ,これから先も多分、冗長な話が続くんだろうなと思ったりとかしました。えー、昨日、ダンジョン飯を見て、結局、うるせえ奴らは見れなくて、えー、チートの能力で異世界で戦うのちょっと見てとか見ましたけど、ー今期のアニメはやっぱダンジョン飯と、 うあれですね、あのー、スナックバスイこの2つだけだったねあの、見れるアニメっていうのが。あとはやっぱ見るのが辛くて途中でやめちゃったりとかするので、30分の視聴もできない。そんな中で一番ひどかったのは、なんかな、はい、何すか、クリスタ3.0がリリースされて使ってみた。あ、そうですか。 え点2.0行く前に3.0もう出ちゃった。あ、そう、えー。リリースされて使ってみた等の感想が Twitter にあった。2.0から3.0までの時間が早いな。あっという間というか。そのクリスタ2.0の時点でインターネットから切り離すと動かなくなるというのが2.0初期の頃あって。だから僕それが嫌でさ。あの、 まあ、インターネットが切れることはないんだけど、うん、それで作業が一切できなくなるっていうのが嫌だったので、未だにその1.0のままなんですけど、3.0ね。2.0だと 3D の、その、素体みたいなのが入ってたりとか、いろいろ、その、あ、すいません。いろいろ、その、あのー、あ、あのー、 線,線を引いたりするのの補正とかが強,強かったりとかして、えー、いい感じだったんだけど、3.0になったんだね。ありがとうございます。知らなかった。ブレンダー、ブレンダーが4.1のリリースをしたんだけど、結局ブレンダーも触ってませんから。最近はもうそういうのができなくなってきてんだね。どれクリスタ。 クリスタの話を探していいですかバーガーキング、不適切にも程がある、ジブリパーク、松本里香さん。うーん、クリスタの話が出てこない <laughs>。クリスタで調べるそしたら、クリスタ3.0でちょっと調べますか。いいね、クリスタ3.0の話ある人はね。 えー、クリスタサイエンタンゼロで保存できる画像フォーマップに WebP、えー、が追加されたので、クリスタで保存を開くことのできる画像フォーマップ一覧更新しました。JPEG, PNG, WebP, GIF, Photoshop 形式 TIFF 形式 TGA. ありがとうございます。 えー、クリスタ3.0の円盤テキスト機能を待ってたと。あ,ありがとうございますと。あ、円形テキスト機能か。ううん、うんはい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 。えー、クリスタ3.0色収差ノイズがあ良すぎると。あ,あれかあ。赤色と青色がちょっとブレて表示されるあれが実装されたのね。 クリスタ3.0のレイヤーカンプサ制作にめちゃくちゃ便利で感動してる。何が便利なのかがちょっとわからん。レイヤーカンプ。んんうんうんうんんんどうやら指定した 表情差分を作るときに、レイヤーの指定で表情の、形を記憶させることで、一発で出ると。だから、レイヤーいちいち組み替えなくていいというのが、とてもやりやすいです、という話だね。あー、やっぱレイヤーカンプで喜んでる人が、いるですね。 なんか、まあ僕、クリスタでアニメも作るから、なんかこのカンプがすごいっていうのがよくわからんですね。<laughs> まあ差分で絵描く人はいいんだろうねう。服を一枚一枚脱がせるようにしてるやつとかも全部設定できるからね。ウォーターマーク、完成したイラストに、えー、自作ロゴを貼り込む。ああ、なるほど。お コピーされないようにっていうことですね。うん、うん。僕的にはあんまり欲しい要素はないね。なんか、まあ、いいけどみんな絵下手だなって思いながら今 <laughs> 見てるんだけど <laughs>。えーっと、カスタムラせ階段。 ああ 3D 新機能で立体物をある程度感覚で作れるよと。だビルとか階段とかを指定してよく書くシチュエーションですね。まあそこに多分石畳とかコンクリートのテキストがつくのかな。うんぐらいでしょう。あクリスタ3.0になったんだね。ありがとうございます。3月14日に 3.4のリリースが始まってるらしいので。まあ、この1ヶ月ぐらいでおそらくいろんなチップス出るんでしょうね。ありがとうございました。Twitter で見た。みんな、あれなやっぱ、うん。まあ、こ、これからは AI もあるしさ、なんだっけ、えー、ディフュージョン。なんとかディフュージョンとかあるから、あれである程度ものが作れるっていうのもあるから、 手書きのありがたみはどんどんなくなっていくんだと思うんですよね。だから、よっぽど個性的な手書きの絵かのの、AI を一切使わないで手書きですごい描写力を持った人しか生き残らないで、そ,のそこまで行き着かない人。 人とかそういう個性にたどり着かない人はもうすべからく淘汰されていくっていうのが見えるそしてその今クリスタでねまあとりあえずリリースされて実験的に描いた絵だから本気で描いた絵じゃないのがみんな今 Twitter に上がってる絵なんだと思うからそれだけ見て判断するのも違うんだけどでもやっぱ絵が下手になってんだなっていうその。 ずっと二次元美少女であるとか、まあそのジャンル別にいろんな絵の描き方があるんだけど、みんなそのジャンルジャンルで特化していった結果、ああ、別にその超、超描きやすいクリスタというツールがあったとしても、別に見ても見なくてもいい絵ばっかりが量産されんだなっていう。で、それはやっぱ、 絵を描くということについてどういう説得力を持たせて描くかとかあいうのが全部抜けててその簡単に手に入るチップスだけで構成して34年ぐらい絵描きましたって人がポンとどうですかって見ていややっぱ大したことないっすわっていう絵になってるのでその何フ,ィフィルターカンプですかレイヤーカンプがすげえって言ってるあたりが面白くて。 これはもう、そうね、客観的に見て AI の方が AI に負けるなって思いましたね。やっぱ人力でどこっていうレベルじゃないので、ある程度レイヤーあの AI に出力させた後にどうしてもここだけ直したいっていう部分がその AI の絵を修正できる なんだろうなこうだから AI の絵が出力された後にその絵が修正したら AI より下手になりましたじゃダメなので AI の出力するある程度幅の広い絵柄に対してどの絵柄にでも修正入れられるぐらいのスキルの方がもしかしたらこれからは大事なのかもしれないってちょっと思ったりいたしましたこれはもう個人的な感想ですけど。 せっかくクリスタさん3.0教えてもらったんでね。で、多分僕はクリスタ3.0導入しないと思うんで、<laughs> 2.0導入しなかった人なんで。まあね、強制的になるかもしんないけど、まあ、クリスタね、難しいねと思ったりとかいたします。どうにもならんのじゃないかな。どんどん人間は、その、 使わないんじゃないのクリスタ3.0は年額月額利用プラン、アップデートプランで、えー、ご利用いただけます。な,なんだろうな月額だとすごいコスパ悪い気がする。僕は買い切りの方がいいけど。うーんああ、なるほど。なるほど。 まあでも、そうね。サイよりは書きやすいからな、クリスタね。まあでもクリスタ一興になりましたね。フォトショップとか、もう本当、会社で使う人じゃないとフォトショップなんてあんま意味ないからな。まあそんな感じになったんだね。ありがとうございます。 まあでも僕はクリップスタジオのその機能は多分ね0.2%ぐらいしか使い切れて使いこなせてないのであの一生懸命こういうのに挑戦してええそのねいろいろ試してみんなからいいえだねって言ってもらえるような努力をしてる人がいいんじゃないかなと思います 僕はもうそういう努力しないからさ。うん。うん。いいんじゃないのまあ、あと、その、ブレンダーも4.1になりましたんで、まあ、ブレンダーもよろしくお願いいたします。というわけで、今日長いね、1時間20分くらい話しましたけど、 うん今日はこれで、僕は最低の人間なんだっていうことを、はうんこうね、独白する雑談になりまして、申し訳ない。今日はこれで終わります。ありがとうございます。